春光型巡視船は海上保安庁の巡視船の選球。分類上は PLH 交渉船系はヘリコプター2機搭載型。ネームシップの建造費用は172億円。2012年9月の尖閣諸島国有海港、尖閣諸島周辺海域では中国政府の交戦の徘徊や領海侵入等の事案の頻度が増加していた。 これに対し海上保安庁では、津軽型2隻、国が、味方10隻の、平12隻の巡視船によって、尖閣領海警備専従体制の構築を図っており、2016年3月には支援施設を含めて構築が完了した。しかしこのまも2013年には従来4つが乱立していた中華人民共和国の海上保安機関が、中国海警局として、 整理統合され、さらに体制の強化が進められるなど、情勢は急激に変化していた。2016年には、領海に侵入する中国漁船に伴走する形で、中国航船も領海に侵入する状況も出現し、さらに来航する航船も増加していた。戦術体制が完成した時点で、1000トン以上の巡視船の勢力において、すでに海上保安庁は、 中国会計局の半分程度となっており、しかも中国会計局はさらに増強を進めていた。この情勢を受けて2016年8月24日に閣議決定された平成28年度第2次補正予算では、海上保安体制の強化のため過去最大となる674億円が盛り込まれた。そしてこの時、 尖閣領海警備体制の強化と大規模事案の同時発生に対応できる体制の整備を目的として計画された巡視船の一隻が竣工であった。本型は付装型の警譜に属する汎用型 PLH と位置付けられている。同予算で建造が開始された例名型は四季島級の警譜に属し軍艦構造を採用して建造費も高価なのに対して 本型は商船に準じた構造を採用し、建造費は黎明型に対し約35%廉価となっている。線形は排水量型を採用している。全体的な配置は黎明型と同様で船姿も似ているが、全長が約10メートル、短いため搭載艇は片言あたり1隻ずつ少なくなっている。また後部マストは黎明型では等型なのに対して本型では、 ラティス構造となっており、外見上の特徴となっている。事案の長期化に対応するとともに、現地対策本部としての役割も期待されたことから、十分な清水、食料の搭載スペースが確保され、災害対応区画も設置された。また居住区画についても、秋津島と同様に配置や、振動抑制など、居住環境の改善を図った設計がなされている。 要求速力は四季島型と同じく25ノット以上とされたことから、本級でも敷島型と同様の高速から低速までをカバーする4機のディーゼルエンジンを採用した可変ピッチプロペラの二軸推進とされている。上記のように建造費に大きな差があることから、四季出力が小さく最高速力に差がある可能性も指摘されていたが、 実際には四季島型と同等の短期出力9000馬力の機関が4機調達されており、出力は合計3万6000馬力が確保されている。ただし同一機種というわけではなく、異なるものと推測される。並走は70合計 40mm 単装機銃1機と 20mm 多重新機銃2機を搭載する。 秋津島では 40mm 単装機銃2機が搭載されていたのに対し、本級では1機とされている。また遠隔放水銃及び停戦命令等、表示装置、遠隔監視最小装置も搭載される。本型では、巡視艇など多線への支援能力を備えており、片弦あたり4箇所ずつの経流ポストを設置して、清水、燃料、電力などの供給に対応できる。また、 乗員の休養を助ける母船機能も備えている。上記の通り、黎明型と比べて、搭載艇は総数にして2隻、少なく計4隻となっている。一方、ヘリコプターの格納庫は黎明型と同様に EC-225LP を2機収容できるようになっており、本型では搭載艇数も2機となっている。ありがとうございます。